下で生まれた人の角じゃがいもの物語さ、隣の畑で見かけたかわいい人参さんにいつの間にか恋をしてた。泥だらけでゴツゴツでいびつでおまけに太ってる、こんな僕じゃ釣り合わないかな。ダンボールの中押し込まれ夢に出た、君と寄り添える時を、ウォンウォン、じゃがいもなんかじゃモテないね。トラックに揺られ離れ離れになった秋。たどり着いたのは小さな八百屋さん、人気者はキャベツレタス、ツヤツヤのトマト、箱のままで売られている僕は今日も思ってる、あの日の人参さんのこと、これくださいなと僕を帰ってくれた人、その先で待ってたのは冷蔵庫の中、まさか君との再会、癒やされても熱くなる、ウォンウォン、じゃがいもさんを私も好きでしたと目が飛び出しそうな恋、今夜はシチュー、僕は一皮むける。